おはようございます。釣り子 TV です。これ、ディーパーの夏のスペシャルセットっていうことで、ディーパープロプラスにですね、このドライバッグと、あとスマートフォンケースがパッケージされたスペシャルギフトセットっていうことで、こんなね、お得なセットが販売されているんですね、今。2019年の夏限定っていうことで、ここにもね、こんな感じのセットがプラスでついてくるよっていう風に書いてあるんですけども、まあまあどんな感じかね、早速ちょっと開けてみたいと思いますよ、ね、このねディーパーの方はね動画でも何回か出ているかと思うんで、まあ持ち運べる携帯型魚群探知機だよっていうことで、以前はですねこのプロプラスが最上位機種だったんですけども、今はですねこのチャープっていう新しいモデルが出て、1個ね下の機種になったのかな、ただですね、まあ、値段がだいぶ違くて、こっちのチャープは出たばっかりなんで今 39,990円なんですけども、このスペシャルパッケージはこのドライバッグとスマートフォンケースがついて、でもちろんディーパーもついてきて 32,994 円だよっていうことで、だいぶねお買い得なセットになっております。はい、これだ、これ、はい、こんな感じのねスペシャルバッグがついてくるよっていうことで、おこうなっていて、結構ね今年は梅雨の時期ものすごいね雨に降られたんで、だいぶね自分もカメラとかいろんな貴重品、まあ電子機器ですね、バッテリーとかも含めて水没しちゃならねえよっていうのを持っていくので、そんな時に嬉しいこれだ、ドライバッグがついてくる、ディーパー、あーで、これはまあ紐で、あ、ここにね親切に、まあ分かりますが使い方書いてありますね、こういったドライバッグの使い方ですけどね、ここら辺を折ってね水入らないようにして、ほんでもってこうパチンとやることによって雨から大切なものを守ってくれるよって、こういったねドライバッグですね。でそれとスマホケース、防水のスマホケースですね。まあこれもね自分なんか結構雑なんで、雨が降ってる時でもねこういうケースに入れないでディーパー使うことが多いんですけども、ただねスマートフォン案外ね、カツブとかで買ってるから、ただねあれすごい高価な電子機器でね、よくよく見たら最近の機種なんか15万とか本体価格するんですよね、まああんだけの機能が入っているものですから。で、あこれね、そういうのが水に濡れるの心配だよっていう方に向けてですね、こういったケース、こういうのに入れとけばまあ安心だよねっていうことで、防水のねケースですね。でこういったスマートフォンね、ここら辺を、あ、まあこれは iPhone X だったと思うんで、このぐらいのサイズのでもこうやってぴったりね、入れることができます。でここのちゃんと閉めてロックで、はい、これでね、ちょっと水回りでディーパー使う時なんかも安心。そっか、自分なんかは結構ブラックバスでレンタルボートとかおかっぱりが多いんですけども、サップとかでこのディーパー使う、カヤックカヌーとかでディーパーを使うっていうのがね結構人気みたいなので、そういった時にね、これ首からぶら下げておけばいつでもね携帯にアクセスできるようになるから、そういった時にね役に立ってくれそうですね。早速ちょっとね自分もねいろいろ試してみたいのがあるので、まああとは
雨の日とか、そう結構今日雨降ってるからな、ディーパー使うのちょっと携帯出すの億劫だからやめとこっかななんていうことがねあるんで、この前のねバスマニアカップね、あれに出た時もですね、まあディーパー使ってればね、ディーパーのおかげで3位になれましたなんて言えるかなと思ったんで、あんまりにも朝ね雨がひどすぎてね、これもうディーパー出すどころじゃないなと思ってね、魚探なしで、大会やっちゃったんですよね。っていうことで、まあこういったケースがあればあんな雨の日も安心だぜなってね思いますけども、じゃあ、こんな感じで防水バッグとこういった携帯のねケースついてくるんで、で自分は本体はですねこのディーパーのチャープ使ってるので、まあここら辺使ってね試してみました、こんな感じですよなんていうのをねちょっと撮っていきたいと思います。これね防水バッグ、早速活躍の場が来たんで、こういうのにやっぱり濡れちゃ困る、お財布、タバコセットね、でこいつ、これはねこれです、防水のやつに入れておいて大丈夫です、これで首からぶら下がって、肝心なこのねカメラ、モバイルバッテリーとかも水入れるとダメになっちゃうんで入れて、でくるくるして、はい、でこれを入れて、こいつはいつでも使えるように首にかけて、でディーパープロプラスと夏の防水バッグ、これが夏のスペシャルパッケージになってますので、ね、準備 OK。 リンクとの連携をちょっとシーバー張っちゃって、トイレで、タバコ、